まあ、いっかなって感じ。やりまーす。やりまちゅん。よし、6000円だからな。ね、秋の1日目。まず、リソースをすべて預けます。そして基本は上路装備。するとこのおっさんが来る。これ昨日見たな。 I have some good news。 お前んちのケイブ話だよな。テクニカルなんたらかんたら、エンプティーケイブ、アイデル洞窟で、洞窟っていうのケイブ。 I have a way to お前の家、オー宝ボス。物庫みたいだな。ええやろ。セットアップザケイブっていう宝物庫、宝物庫って書いた。あ、そうだよね。マッシュルーム。バットって何？コウモリ育てんねんってこと？なんなん？バットってなんだろうな。バットってなんだろうな。ちょっとググったろ。どっちになった？都大会でこんなにゲーム続けてるのかなり久しぶりじゃない？そうかな、そうかもね。かーもね。はいはいはい。これ何？さっきの草、ただの草だった。枯れちゃってるから。トウモロコシが意外といけるっぽいんだよね。夏って書いてなかったっけあれ。どっちだ、これ何？結局どっちなんこれ。読んでなかったようだから言うとキノコか果物持ってくるコウモリ選べって話。ああ、コウモリの方がいい。どっちだろうあれ。あれ、コウモリ持ってくるんだ。キノコは分かった。あれはキノコ。キノコ。まあ、ええわ、別に。果物の方がいいよな。何かと使えるもんな。ここで麻薬を栽培します。しきれいになったで。生えてるけど、なんかスプリンクラー一応この後のスプリンクラーが稼働しないんだよね。なんか知らんけど悲しいかな。っていうかやっぱ岩生えてくるんだな。なんなん岩生えてくるってこのゲーム。木も生えてくるし、やっぱあれやな、埋設せんといかんな。あれを今日すんげえ頭痛いんだよね。ちょっと死んでた。スプリンクラーいっぱい作れるようになったはず、確か。